こんにちは、手作り倉庫です。丸底バッグの手拭い1枚仕立てのバッグですけども、これ試作品がいろいろできたのと、それからこの作りながらでは持ち手のいろんな付け方ができるもんですから、ご紹介させていただきます。これが今ベーシックで作った普通の形ですよね。三角の形、これを何もしないで結んで使ったりすることできるものですね。そしてこれはその持ち手の三角のところを少しだけ重ねてひし形に縫い止めしたものです。これだけでも十分これ使いやすい。結ぶとどうしても入れ口が小さくなってしまうものですから、こんな風にして使いやすい。これ縫うだけで使い勝手がよくなりますよね。これ裏がキウイフルーツの柄です。いろんな柄で作ったもんですから、柄のご紹介もしていきます。次にこの手拭いでカットしますよね。そうしましたら、この余り布が出ますね。これ2枚重ねにして内側を表にして重ねて縫ったら、その時にイメージしてこのハンドル、このバッグにつけるフリルの生地とか、こう持ち手を足す場合はこのまま離さずに中表にしておいてカットするといいと思います。これが動画でご紹介した黄色の海シリーズ、海のデザインのもの、黄色とブルー、こんなふうに持ち手のところを足すんですね。少し入れ込んで15センチぐらいのものを取って出したと思います。もう少しあるかもしれない。生地は取れますね。だいたい5センチ幅ぐらいで取れば、両側の縫い代1センチで3センチぐらいでちょうどいい感じのリボンが取れますね。リボンを2つ取って一緒に縫い込むというか、中に入れ込んで縫ってますね。次はこの水風船のですけど、これ色違いでいい色があったもんですから買ってあったので、これでも作ってみたんですけれども、これ紺とグリーンですけど、これ水風船縞になっていたもんですから、この取り方しますと縞のところが斜めになって、なかなかいい柄が出たんですけど、これは1本だけ中心のところにこう差し込んで足したという形ですかね。これグリーンの方も、これ今この柄もう売ってないですよね。どっかには在庫で残ってるかもしれないけど、手拭いはもういいの見つけたらその時に買っとかないと本当になくなってしまいますよね。次行ったらもう本当すっかりなくなっちゃってたってことよくありますよね。次がこのインコと黒猫。この黒猫はキャンドゥだったかもしれないですね。キャンドゥもあまり手拭い残ってなかったですね。みんな買われちゃって。こんな風に筒を縫って、それを差し込んでちょっと留めておいて、これちょっとギャザー寄せして、そして上のところの三角は付け合わせにしてくるくるってまたこのリボンを巻いたんですけど、これひっくり返しましたけど、これひっくり返してたいんですよ。 これもね、なんかこんなことよくやりますよね。ひっくり返したと思ったらひっくり返してなかったっていうのがね。 これブルーも可愛いです。これ黒の黒猫が、黒猫とバラでちょっとの似合わないのかなって思うんですけど、これお子様にいいんじゃないですかね。こうして絞ると、丸い形がよく出てますよね。これが犬、珍しかったですよね。犬のプリントってなかなかいいのないんですけど、これ色もちょっとこうシックで可愛いんですよ。絞りのところに犬がこういるっていう感じで、これが持ち手が両方三角をカットして、そしてその中に入れ込んで持ち手2本縫ってね、そして作ったんですけど、これもいいですよね。これはこれで
なんかお出かけバッグになっちゃうような感じですけど、着物とかで作ったら普通の布でもいいですけど、そしたらこれ十分お出かけバッグになりそうですよね。この持ち手の付け方だと。これ猫なんですよね、猫ちゃん。これも白に紺のプリントで、とってもなんかこういい感じですよね。これ裏表なしですよね。全部リバーシブルで仕上がりますので、こんな楽しみ方ができますよね。そしてこれ花火も良かったもんですから買ってあったんですけど、これももう今なくなっちゃってるかもしれないです。これはどちらかの三角を切らずに、どちらかの方に取り付けして、そして反対側の布の方にこうして取り付けしてます。これちょっと太かったですね、この紐。もう少し細い華奢の方がかっこいいかな。まあ、持ちにくかったので中心部分を畳んでますけど、こんな風に。ですから三角のところをこうちょっとはみ出して、こうして色を出して持つことできるし、中に入れちゃってもいいしっていう持ち方ができますよね。これも薄紫の花火。なかなかこうおシックっていうか、おしゃれな。これエコバッグにしても、お弁当を入れてちょっと持ち歩くのもいいですかね。なんかお土産をこれに入れて持っていったら、もうなんか尊敬されそうな感じですかね。こんな風に色を変えて。次にこれは手ぬぐいではないです。普通の布の藍染め、これタイの藍染めだったんですけども、洗っても洗っても色が出てきたんですけど、これと裏は麻の葉模様でやりましたね。でこの布幅110センチ全部使ってまして、高さは35センチにしてますけども、これもう少し大きくてもいいと思うんですけども、形がどん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 こうね、ぶっとくなるっていうか、お華奢じゃなくなってきますね。高さは35の方がいいかもしれないですね。これ布は着物のリフォームなんかもいいと思うんですね。ですから布幅は110か、まあ115、120ぐらいまでだと思うんですけども、あんまりもう三角のところが長くなると思うと、なんかあまりかっこよくないかもしれないです。こんな風に同じ円なんです、これ。同じ円を中心に描いて、端がはみ出しますよね、110センチですと。で端の角は結ぶのは同じことをすればいいんです。カットしない、90センチにしなくって110センチのままで。そしたらこれ三角が少し長めになってますので、これは中心というか、その三角の角からまっすぐに20センチぐらいのところに紐通し口を作って、そして紐通しの巾着のようにしてみました。これ紐はダイソーのちりめんの紐です。100円。1メーターでちょうど半分に切って50センチずつだったので、その端っこにちょっとこう飾りをつけてビーズを乗せて、そして作ってみたんですけど、ちょっとこれだと着物、浴衣にもいいですよね。大きさがちょっと大きいかな。でも大きさ、荷物入れると丸くなって可愛らしいんですけど、こんな風に。そして裏が麻の葉模様なんですけど、ですから三角をこう垂らして絞ったり、中に入れて絞ったりするとまた違った表情のバッグになりますよね。こうして絞って、こんな楽しみ方もできるんですよ、このバッグの作り方ですと。まだまだ他にもポケットつけてもいいし、まだまだいろんなやり方があると思うんですけどね。ちなみにこの、外国の方向けに、この麻の葉模様が日本の模様だよっていうふうにしてちょっとご紹介しました。またこれは上を切ってないものですから、こうして結んで、小町袋みたいに結んで持つこともできますよね。シルクとかで薄手のもので作られると、
これができて、そしてその両側の紐がアクセントになって、なかなかちょっと違った雰囲気のバッグができそうですね。皆さんはどれが、どの持ち手がお好きでしょうか。またいろいろ作って楽しんでみてください。